ついに国税庁から差し押さえ通知が来てしまいましたいやなんでこんなことになっちゃったのかなやっぱりね税金のことちゃんとした方がいいですようん、えー、ということでね私のメールボックスに「差し押さえ最終通知」というね最終なんですけども初めて来たメールなんですよで「国税庁差し押さえ最終通知」と書いてるじゃないですかこれはね関係ないなと思いながらもまあまあ参考にクリックしちゃいますよね じゃあ,まあクリックしながら話を進めていきますはいまあお笑い草といえばねお笑い草ではあるんですけども <laughs> 開けてみるとこういうふうにおかしなメールアドレスから、えー、自主的に所得税または法定延滞税を支払うように注意してきましたがまだ支払ってません期日までにお払いいただけない場合は不動産自動車等の登録財産賃金売りかけ金を 税法に基づき差し押さえさせていただきます。滞納金額が一万何がちというね。お笑いですよね。で、ここの支払いへってのをクリックしたら終わりなんですよ <laughs>。笑えるでしょうこれ。だから、こういうことでね、詐欺を働こうとしている人がま、まさにね、私なんかに送ってくることがおかしいですよね。よくさ調べてやってほしいなと思いますけども、まあ無作為にバンバンスパのように送ってるんでしょうね。ということでね。 詐欺はどこにもありますんで。これはね、自分の知識レベルを上げていくと、今の、わかるでしょこれで詐欺にかかんないでしょ私は。でもこれでもね、かかっちゃう人がいるんですよ。だからよく、身の回りのことをよくよくね、冷静に見て、そして判断しなければ、うん、詐欺にかかっちゃうんですよね。うん、気をつけないとね。それじゃ